こんにちは、上水祐希です。こんにちは、長里祐希です。今回ですね、初めてのゲストにお越しいただいてます。募集かけてたんですよね。一緒に話したい方いませんか、はい、って言って、それでついにですね、初めてあったんですね、募集が。ありましたよ。何件かあったんですけど、すっごい政治的なことを、話したいテーマで挙げてくれてる方がいたんですけど、ちょっと、この番組で扱うには、微妙かなと思って、ちょっと、不採用させていただいたんですけども、今回はですね、これは話せるんじゃないかなってことで、一人ですね、お呼びしております。ゲストの夏民さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夏民金です。お願いします。はい、二日ものですが、よろしくお願いします。二日ものかどうか分かんないけど、言っときたいこととかあります？自己紹介とか。あれば自己紹介していただいて、特になければいきなり話し始めますけど。ツイッターで、よくシマエナガのツイートを流しているものです。自称シマエナガ愛好家として、細々とですが、ポッドキャストとか、やってます。はい。そんな感じです。そうですね。じゃあ概要欄の方にポッドキャストも貼っときますんで、はい、今日の話を通じてですね、夏美さんに興味持った方いらっしゃればぜひ、聞いてみてもらいたいと思います。というわけで早速ですね、いつも通りゲストもいますけど、いつも通りですね、いろいろとテーマについて話していきたいなと思ってるんですが、今日はお金の使い方についてというテーマを、持ってきていただいてますけど、この背景というかどういったあれでこのテーマを出してくれたのか教えてもらえますか？ちょっと今お金の使い方って今までのテーマよりももっとなんか植物的な感じだなと思ってて、なんかまあそういうテーマをちょっと持ち込んでみても面白いかなって思ったのと、で、あともう一つは結構そうですね、お金の使い方って人の価値観だったりとか性格がすごい出るなと思ってるんで、まあその題材だったら結構上水さんと長里さんの思想とかも見えたりするんじゃないかなと思って投稿させていただきました。裸にされるのか今日は。ねえ、生活が暴かれますよね。ねえ、やばいですね。生活暴かれちゃう。お金の使い方。楽しみです。はい。わかりました。じゃあ早速話していきましょう。お金ね、僕はね、なんだろう。お金そんな使わないんですよね。使わなさそう。使わなさそうですか？うん、使わなさそうです。使わないから、ちょっと細かい話になっちゃうんで、いきなり言うのもなって感じかもしれない。だから、すごい生活的な話になると思うんで、僕のお金の使い方は。使ってない。だって服もだってさ、サムエを着てて。そうっすよね。で、今、モンベルのサムエ着てるんですけど、もうそれに決まっちゃったから、もうそれをただ買うだけでしょ？ってことは、そんなに悪くならないと買い足さないし。確かに。長く使うって感じかもしれない。いいものを買って、なるべくいいっていうか、気に入ったものを買って、長く使うっていうやり方だから、最初の、それ自体の単価がちょっと高かったりすることはよくあるんですけど、何を買うにしても。でも、それを長く使うっていう感じの使い方が。それ買い物するときは常にそういう視点ですか？服に限らず。そうですね。ガジェットだけ違いますね。なんかデジタル機器だけは興味本位で買って、買ったけど全然使わないみたいな感じで、なんていうの、もう、どうしようって言って家の中にあるみたいなのが結構ありますね。それぐらい。そうだね。無駄遣いって言ったらいいんだ。結構、ポンポン買ってるのはデジタル機器で、それ以外のものは、基本買い物あんましないタイプかもしれないです、僕は。じゃ出費がほぼないって感じですね、そしたら。そう、ランニングコスト低いと思いますよ。世の中の38歳と比べるとかなりランニングコスト低いと思う。何に一番じゃお金使いますか？何に使うか。トータルの額で言うと何なんだろうね。額で言うとやっぱデジタル機器に使ってますね。ポンポン買うんで。で、次に、多分、社交。友達と、なんかね、飲みに行った。でも飲みにも行かなくなりましたもんね。そうっすよね。お酒飲まなくなったし。じゃあ、若い時より全然お金使ってないって感じですか？そうね。若い時はしょっちゅう飲みに行ってたんで、飲み代がやっぱすごかったんですけど、それが、多分、ぐって減ってるんで、
お金どんどん使わなくなってるかも。うん、じゃあ使い方が年を重ねるごとに変わってきてるっていう。変わってきてますね。で、食事も前は、その、買って食べるみたいなのが多かったんですけど、最近はもう、せいろで蒸しまくってるんで、せいろせいろ。せいろで蒸してるんですよ。せいろ蒸し。そう、いろんなもの蒸してるんですよ。だから、スーパーで買ったようなものとか、八百屋さんで買ったようなものになるから、食費も多分下がっちゃって、だから意識はしてないんですけど、結果下がってて、なんか日々ミニマルになっていってる気がする。生活コストで言うと。デジタル機器だけちょっとなんか例外的におかしなことになってますけど。そこだけちょっと価値観が違う感じですね。なんかそそられるんですよね。じゃあ興味があることに関してお金を注ぐって感じですね、それ。だって食も服も興味ないじゃないですか。そうですね。そうね。それで言うとそうですね。本とかも、僕、Kindle で買うんですけど、もう積んどくだらけだけど、買ってますもんね、本は。あ、これ読みたいみたいなので、読めよって感じなんだけど、読まずして買ってますもんね、どんどん。興味があるものにだけ、いとわず使っちゃってるかもしれない。そうね。中里さんどうですか？いや、結構、外食、週に1回外食をするんですけど、それに結構使えますね。あ、決めてるんだ。週1回外食に決めて、週に1回。イベントとして、うん。あ、いいね。そう。イベントごととして決めて、で、それは、なんだろう、一人じゃなくて、やっぱりその、旦那さんとの時間もあるから、それに対して金をつぎ込むっていう。で、美味しいもの食べたい、週に1回は。っていうのが自分の中であって、やっぱこっちで生活してると、なかなかね、その、美味しいものが手に入らない、日本の食のクオリティに比べたら。っていうのがあって、そこにやっぱ使うのと、服は、あのね、これ、使いたくないんですけど、こう、使わざるを得なくて使ってるってところがあって、なぜかというと、はい、試合に行くときに、その、スタジアムに入るときに写真を必ず撮られるんですよ、その私服の。でその時にちょっと下手な変な服は着れないなっていうの で、 そ、 うです、ね、そこにちょっとお金をかけなきゃいけないっていうのが今ちょっと嫌です。キティちゃんの健康サンダルとかで言ったらヤンキーと間違えられるみたいな。ちょっと もうパジャマで行きたいぐらいなんですけどもうむしろT シャツとか短パンでその身軽な服装でねそんな行きたいんですけど、やっぱみんなおしゃれしてるし、そのそういうかっこよさも見せるのも仕事の一つになっちゃってるんですよ、今。なるほどね。全体的に、そのサッカー界全体的に。ちょっとだからタレントみたいなのが入ってきてるってことですよね。そうなんですよ。ね、タレント性が入ってくるので、で、そこにちょっとお金を使わなきゃいけなくて使ってるってのもありますね。なるほど。仕事柄ね。なるほど。で、あとは、デジタル機器ですね。同じ。あ、意外。結構、意外と、はい。使いますね。で、やっぱ音楽もやり始めたので、はいはい、ミキサーとか、その辺のスピーカーとかも、一応、はいはい。音楽やり始めたんですか？知らなかった。音楽やり始めたら、そう、やっぱ使わなきゃいけなくなるんで、機材揃えて。で、マイク一本ずつやっぱさ、レコードするのに。はいはい。とか、そういうのもどこですかね。あとは、なんだろう。最近あんま買い物してないかも。そんな感じですね。夏美さんどうですか？ですね。でも日々の生活だったら、食事は基本的に外食しないんですよ。はい。だから、基本的に自炊なので、で、一週間同じものを食べ続けても平気なタイプなので。わかる。それが一番今日わかります。わかります。だから超わかる。水曜日とこう、まあ、週末になんかこの日に大体同じようなものを買い続けるっていうルーティンが入るんですよね。わかりますね。私も今今週ずっと月曜日から今のところ全部ずっと鍋食べてます。楽ですよね。飽きないですね。鍋は。いや、わかる。あ、でも、せいろも同じようなものですね。あ、そうですね。確かに。飽きない。もう、蒸すものを変えたり。まあ、皮も変えないですけどね。なんか大体似たようなものを蒸してしまう。めんどくさがり屋なんですかね、うちらは。うん。でも、食好きでし
食は基本好きなんですけど、やっぱ、練習とかあると、作るのがめんどくさいんですよね。もう疲れちゃって。なので、もう簡単なものを毎日、健康的に食べたいっていうので、最近はもうずっと鍋って感じですそうですね。ね。なんとなくお聞きしたかったのが、はい。自分の興味がある分野に対してどれぐらいお金を使うことに許せる、自分を許せるのかなと思ってて、なんとなく、衝動買いしちゃう時もあるんですけど、例えば私だったら着物で、例えばこう、ポップアップで出てる時もあって、リサイクルユースの着物とか。で、そういうのだと、やっぱ一期一会なので、気に入った着物があったら、あ、これ買いたいってなって、1万円いくことはないんですけど、3000円とか、4000円とか使っちゃう、衝動的に。っていう、そこまでは自分の中で許容範囲内なんですけど、それがどうしてもこう、アンティークのでちょっと付加価値があるもの、保存がいいものだと、8000円とかしちゃうんですよね。そうなっちゃった時に、あ、やっちゃったなって思う。よっぽど本当に自分の中で刺さらないと、そういうのにお金を使わないんですけれども、お二人はでも、どこですか？そう、どうなんだ、やっぱ給与との差分じゃないですか、そこは。それもあると思うんですけど、そうでですよも、ね。お金はお金じゃないですか。こう、8000円の価値は8000円の価値だし、3000円の価値は3000円の価値だし、それ1むず万く5ないです千円。か？いや、そう、面白い。そのように考えたことがあんまないかもしれない。私もそんなように考えたことがない。面白い。でも、最近のお金の価値観的には安いものに質の良いものはないっていう感じなので、同じものだったら、より値段がする質の高い方を選びます。基本的には。それは、例えば収入の中で、相対的にこれぐそうらですね。いだったら、自分の中でマックス出せる、こう、一番質の良いものっていう判断決める。そこまで頭の中で計算してないですね。いくら月収があって、今このお金を使ったらこれだけなくなってみたいな、そういう計算はしないです。基本的に。これ欲しいな、これ必要だな、これいいなと思ったら結構衝動的に買うタイプですね。値段気にせず。手が出せるなって思ったら、もう衝動的にと。今のは聞きながら僕が思ったのは、僕は、例えば食事とかにあんまり高いお金出せないタイプなんですよ。それはまず食に関心がないっていうのも一つあるけど、とは別に、それを食べたから、関心がないから、喜びがあればその分の価値あるかもしれないけど、まず喜びがそんなにないし、食べた後にじゃあなんかそれがプラスになるかっていうと、消化されて何にもならなくなるみたいなことを考えると、なんかやっぱデジタル機器とかは、それを使って何かできるみたいな、なんか、あるじゃないですか。本とかも読んだら何か新しいことが知れるかもしれ確なかいにそうみたでいすね。な、なんかそこを求めてるんだと思う、僕は。だそれに関してはお金をめっちゃ払う。だから体験にしても、楽しい体験にお金を払うかって言うとよくわかんないけど、その体験をしたら知らない世界が知れるかもって思う体験とかにお金を払うから、なんかそういう未知のものを知るとか、できるみたいなことに対してだったらお金を出せる限り出してるかもしれない。一番高かった本って何ですか？高かった本、どうなんだ本。ろう。本は、あれじゃないかな。でも学生の頃に買った、なんか医学系の本とか高いじゃないですか。1万何千とかするじゃないですか。高いですああね。いうのかもしれない。本で高かったの。何の本だろでもあれが学生だったからね。でも、買わなくていい本を買ってるっていう意味では、まあ、そうですよね。教科書以外で買ってるみたいな意味今、上水さんがめちゃめちゃ本を使う。にお金を使うっておっしゃったので、で。聞いてみたんですけれども、アガサトさんだったら、いやでも本本と結構おか、金使ってます。そうなんですか？意外と。本読むの好きなんで。あと、気になってるオンライン講座とかにお金使います。自分が学びたい講座とかに。結構するじゃないですか、講座って。一つ受けるのも。ますね。でも、10万ぐらいだったら使います。そういう講座。自分が本当に学びたいテーマだったら。
あとは、うん、そうだね、ギターは中古だったけど、はい、60万しないぐらいだったんですね。で、しかもそれ、フリーターの頃にローン組んで買ってるんで、うん、多分、その、収入のあれで言うともうおかしな買い物なんですよ。多分当時収入、月収、どんぐらいだろうね、十何万とかだと思うんですよ。で、50何万のギター買うってちょっとおかしいじゃん。そういう感覚は持ち合わせてないですね。自分の収入以上のものを買うっていう。いや、でも、バンドマンの頃はそんなんでしたよ。もう、なんか、機材を使ってなんかね、したいことがあるから、その表現のための、そのね、うんうん、投資だって、投資というか必要なものだと思って買ってたかもしれない、うん。それで50万以上のお金を生み出せるのであればいい投資ですよね。ねえ、でも音楽何も生み出せないですからね、うん、それ経済的に。うん、ああ、でも、ローンの組み方も、やっぱりちょっと気になってて、なんか、うちのお金以上のものを買おうとするって自分の身の丈に合ってない購入だと思ってるんですけど、うんうん、でもそれだと自分の経験の幅って世界って広がらないのかなって思ったりするんですよね。ローンか。ローンはでももう組まないですね、うん、僕は。ローン組むんだったら、利息かかって、うん、やっぱ、払うお金が上がっちゃうじゃないですか、ローン組むと。うんうんうん、ただ一括キャッシュですね。そうね、そうね、うん、例えば車とか、あとは海瀬さんみたいに楽器とかだと、やっぱある程度まとまったお金が必要だったりするじゃないですか、うんうんうん、そういう時に、まあ、ローンっていう手段が出てくるのかなって思うんですけれども、うん、まあ、車とか車だったらリースですね、うん、ああ、でもそっか。最近だとやっぱリースっていう手段が増えてきたから。うん、そうですね。うん、ローン組まんすね、もう。うんうんうん。家のローンとかも含みますか、それ。あ、そうです、そうです。まあ、日本だと家買っても価値上がらないですもんね、買った後。そうなんですよ。まあ、消耗品だと思って、ね、消耗品になっちゃうんですよね、はい、だからローン組む必要があんまないなっていう気はしますね、うん、日本に住んでると、うんうんうん、もう本当に割り切って自分のなんだろう住み心地が良い不動産価値のないタイナーハウスを作るぐらいしか、うんうんうん、もう私の中ではプランないんですけどでもそうですよね、究極の自分の居場所を作るっていう意味で、はい、そのお金を投じるっていう考え方も ね、うん、結構多いかもしれないですね、その価値としてというよりは自分の住処として、もうすごい居心地が自分のものだから安心できるとかあるかもしれないから、うん、そういう意味でローン組んでる。でもすごいよね、僕はギターのローンさ、十何万の収入で50何万のギター買うのよりもすごいですからね、ローン、家のローン35年ローンと食うんですよ。僕はそれ18ヶ月とかのローンだからさ、1年半死ななかったら大丈夫みたいなやつだけど、うん、35年とかさ、だいぶじゃん。やばいっすね、そんなに長い間給料ね、定期的に入ってくるなんて保証ないじゃないですか。怖いですよね。怖いですよね。うん、そうなんですよ。基本、ずっと会社とか、資本主義に縛り続けられる薬だと思っちゃう。結局なんか住宅ローンって定年があるから定年退職があるから成り立ってるみたいなとこありますよね。ああ、そうね。あ、そうなんですか。だって、はい、そこまでだって仕事が保証されてるから住宅ローン組めるみたいなことじゃないですか。うんうん、あ、そういうことか。定年退職、そういうことか。うん、はい、うんうん。そう。予測が立つってことですね。あと30年ぐらいは働けてこうね、みたいな。予測が立たない。今の時代って予測立たないじゃないですか。うん。基本。うん、